グリーンバシリスクは、爬虫港有林目と影モクイグアナカバシリスク属に分類されるトカゲ。コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ホンジュラスなど、主に赤道付近の国に生息している。メス全長60から70センチメートル。和名の通り他の同族種と違い、生態は体色が青みがかった緑色になる。幼体は体色がくすんでいるが、成長につれ鮮やかになる。 尾は長く全長の半分以上を占める。生体のオスに頭頂部や背面、尾に、トサカやホビレが発達する。頭頂部にはホビレが2つある。成長するにつれて、穂が発達していく。メスや幼体はホビレが発達しない。水辺の森林に生息し、水上に張り出した木の上にいることが多い。驚くと水中に飛び込んだり、格子だけで立ち上がり走って逃げる。 その際に短距離であれば、浮力などを利用し水面を走り抜けることもある。動く水しか水と認識しない。食性は肉食性の強い雑食性で、昆虫類、小型爬虫類、小型両生類、小型鳥類,類、コウモリやネズミを含む小型哺乳類、果実等を食べる。繁殖形態は、卵性で15から20個の卵を産む。卵は2ヶ月ほどで孵化する。 同族多種と違い目立つ退職のためか、TB 等で単にバシリスクと紹介されるのは本種で、あることが多い。ペット用として流通されることがあり、日本にも輸入されている。主に繁殖個体が流通する。族内では、野木原バシリスクと共に流通量は多く、多種と異なる退職や知名度もあるため人気が高い。飼育された個体はあまりほびれが発達しないとされる。 驚くと、ケージ内を走り回り、粉炭を潰してしまうため、飼育には、広いケージと落ち着いた環境が必要。妖体から飼育すれば人や環境に慣れることもあるが、場合によってはケージを暗幕で覆う等の対象をして、外部から刺激を受けないようにする。また水辺の高温多湿の環境を好むため全身が、浸かることのできる、水容器や、ケージ全体を保温する設備も必要になる。 ありがとうございます。